想の米軍基地の米軍の住宅とかね、遠くに見えたりして、でもやっぱりこのエリアね、まあ当たり前ですけれども、軍事基地のそばっていうもので、今朝もですね、戦闘機の爆音で目が覚めましたね。航空機マニアにとってはね、いいんじゃないですかね、この辺、この辺っていうか、軍事基地の近くっていう。あと思ったのは、この辺は幸福実現棟がやたら多いと。まあ、この辺幸福実現棟多いのなんとなくで、ね、分かる気はするんですよ。だってさ、北朝鮮が撃ったミサイルとかここの上空結構飛んでってますから、この辺りの上をさ、いやそりゃね、そりゃ国防に対して敏感になるのは当然だと思いますね。いや北朝鮮がここにミサイルを狙って撃ってくるとは思えないですけれども、しくじって落ちてくる可能性は結構あると思うんで、なんつっても北朝鮮のミサイル今までも何回も発射されてますけど、なんか途中でしくじって海に落ちたりとか結構ありましたからね。しくじってこの辺に落ちてくる可能性なくはないわけですよ。それ考えるとやっぱり怖いですよね。いくら弾頭を積んでないとは言っても、有毒なロケット燃料がですね、農業者にばらまかれるかと思ったら、たまったもんではないですよね。結構でもね、アップダウンが激しいな。本当にこの先に三沢駅があるんだろうかって思えるようなアップダウンですね。いやもう峠ですよ、これほぼ。シフトダウンしてしまいましたよ、私。あ、ここの桜も見事ですね。半分ぐらい葉っぱみたいですけど、からもう三沢の市街地の端っこぐらいに差し掛かってきたぐらいですかね、もしかしてね。しかしな、アップダウンが想像以上に激しいですね。およそ700m 先、波上ではね、三沢駅そんなに遠くない、もうすぐみたいな書かれ方しています。ああ、ここ左折ということになりますね。左折だそうです。ここまた立派なトンネルがありまして、おそらくこのトンネルは最近できたトンネルで、これ通ると多分ね、三沢の市街地まであっちゅう間なんですけど、十和田観光電鉄の三沢駅に行こうと思ったら、多分これね、左折だと思います。ここの道路も多分トンネル建設に伴って付け替えられた感ありますよね。およそ200メートル、まもなく右方向です。まもなく右方向。
こう。ああ、これでもう磯は駅前ぐらいとか。そうですね、これは右折するそうです。ああ、これが十和田観光電鉄跡か。しかしですね、止まったのはいいけど、有料駐車場どこだったら車止めていけるんだ。ここだったら車入れるのか。ちょっとね、行ってみよう。行けないかもしれないけど。でもなんか公園っぽくなってるから、ここはなんかね止めれそうですけどね。ああ、これは何だろうな。十和田観光電鉄廃線跡ですね。これ一応車道なんだね。星野リゾートがあります。この辺は多分駅構内といったところなんでしょうけど、やばいな、駐車スペースが意外となかったりする。あ、そうでもないかな、あっちの空き地とか行けるかも。いや、意外とね、車を止める場所がありそうでないな。ここでね、どっか入って U ターンした方が俺いいと思うんだよな。こことかさ、 U ターンできそうじゃない。 U ターンさせてもらおう。よし、なかなかやっぱり Google マップの事前調査と今の現状の市街地だと差があるんですよね。まあ、そういう無慈悲な現実を味わうのもこのシリーズのね楽しみだとは思うんですけどね。ほら、街の風景もさ、見る角度によって結構印象が違ったりしますから、ちょっとまた逆サイドからこの踏切を越えていくと。 JR 三沢駅はなんだろう、2面3線なんですね。そして左は公園かと思ったら星野リゾートって書いてあるんで、これはなんかね勝手に止めたりしたらダメっぽいので、ここは工事関係者車両らしいんで。でもちゃんとね、十和田観光のレールとかここ残ってるんですよね。これはね、なかなかすごいなとは思います。なかなかきついな、これなかなかきつい。できたのはいいけど、駐車場どこですかっていう話になるわけですよね。走らされてる。 U ターンすることもできないという。そして何だろう、またあそこで新しい道路をですね作ってるっぽい。いや、意外とこれ右行ってもう三沢駅の方向かった方が止める場所あったりするかもしれないな。何の音楽だろうと思ったら、これ12時の音楽か。右方向です。その先200メートルで左方向です。
沢駅っていうのも谷底にあるんだ。これ右折すると三沢駅ですけど、止めれるかな、今日こそ。止めれなかったら郵便局だ。まあ、今日晴れてるっていうこともあって、少々歩くのもですね、苦にならないので、素直にこの三沢駅前の駐車場に金払って止めることにするか。それが一番なんかね、急がば回れ無難な気がする。場内の案内表示に従ってご入場ください。1時間未満は無料って書いてあるから、うまくいけば、いや、うまくいかなくても無料で多分ね済むと思う。最初からここの駐車場を目指してた方が良かったですね。急がば回れですね。今日の教訓は急がば回れ。どこにしよう、この軽自動車に置くあたりにするか。下がってお待ちください。